んこんにちは、アンキロン TV です、今日はですね、開封動画です。で、ですね、もう3年連続ですかね、久留米です。久留米の、来年のですね、親虫の補強ですね、メスを中心に、一応補強をさせていただきました。だいたいお察しがつくと思うんですけども、久留米の、私の補強といったら、ここですね。はい、ね、ドロクス補強さんですね、はい、すごくオークションでちょっと購入しました、はい、なんでかなりですね、安くですね、補強させていただきました。で、個体がですね、こちらですね、はい、まずオスがですね、サイズはそんな大きくはないんですけども 83.3 ですね。で、親のオスの虫がですね、2015年 MIK1 ということで、886直視の867がオス親虫で、メスがですね、52.0 で、松のインセクト15-8。確か、こちらの15-8というのは、同幅で87が出ている、ラインですね、はい、確かだったと思います。はい、あともう一頭ですね、メスをもう一頭ちょっと、お願いいたしまして、こちらはですね、50ミリなんですけども、オスが2015年の MI 系の18、86ミリと。で、メスの方がですね、2015年 MI 系1ということで、54.5 からの50ミリということで、メスの方が、886直視の、86ミリですね。メス親の方がですね、はい、という形で、オス親が886直視とか886同幅っていうのが多いんですけども、今回メスの方がですね、886の直視の86、6.7 かなね、という形で、補強させていただきました。はい、ちょっと、ですね、じゃあ、ちょっと答えを見ましょうか。はい、まず、計の24ですね。これが、83.3、これ、オスだな。あ、違う。計の24は、51ミリの方の、メスですね。ちょっとですね、まだ、クールで来てるんで、個体の方がですね、まだカチン欲しいなと思うんですけど、はい、こちらですね、まだ凍ってますちょっとゆっくり解凍したいと思います。で、もう一頭の方が、計の、13の方ですね。はい。計の13の方。で、50ミリですね。メスの親虫が、886直視ということですね。まだちょっと凍ってるんですけど。ね、こうなります。はい。はい。で、最後にオスが、ここですね、83.3 ですね。はい。凍ってまーす。まだね。まだ、ほとんど仮死状態ですね。冬眠してる感じですね。はい、はい、
ということでですね、今回は、もしかしたらもう一度補強するかなっていう感じではあるんですけども、どうですかね、まあ、ちょっともう少し、来年のシーズン始まるまでにちょっと考えていきたいなというふうに思います。はい、まあ、こんな感じですね。まあちょっと、なんか、まあ、こだわりじゃないんですけど、どうしてもあの久留米はなんか私個人的に、国宝さんっていうのはあのですかね、まあ、こだわりじゃないんですけど、なんかそういう形になってます。いつも、はい、いつもお世話になっております。はい、まあ、こんな形で、はい、以上アンキロン TV でした。はい、ではさようなら。